安倍首相韓国政府を批判内閣再開増記者会見で先日安倍首相が記者会見にて次のように韓国政府を批判いたしました日韓関係についてでありますが韓国側から日韓請求権協定への一方的な違反行為など国家間の信頼を損なう行為が残念ながら相次いでいます 政府としては国際法に基づいて韓国側の適切な対応を求めています。その方針は一貫したものでありまして、新しい体制の下でも、微塵も変わるものではありません。これまでどおり、韓国にはまずは国と国との約束を守っていただきたいと考えていますとなっておりまして。こちら、こういった韓国政府による さまざまな日本に対する反日、挑発行為に対して、現在、国民がもう直接的に被害を受けつつある状況になってしまっておりますので、日本政府には、韓国政府に対し、徹底的に対抗していただき、国民を、企業を韓国政府から守っていただくように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。